皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。突然ですけれども、今月、2017年の11月18日、土曜日なんですけれども、その日に、なんかオフ会みたいなことをやってみようかなと思います。わー。前はね、なんかそのギタリスト交流会とか行って、なんかこうギターを持ってきてもらって、なんかライブハウスを貸し切ってわーばっとやりましたけれども、今回はもっと緩く、やろうかなと思います。やろうかなと思います。どのぐらい緩いかっていうと、もう普通に公園で集まってわらわらしようと思います。11月の18日土曜日、まあ大体僕はその昼過ぎの1時ぐらいから行こうかなと思ってるんですけども、1時ぐらいからなんかゆるっと集まって、まあ4時、5時ぐらい、寒くなってきたので帰ろうかみたいな感じで、その辺で解散しようかなと思っております。場所は代々木公園。もう原宿駅を行ってね、すぐバーッと行けるような代々木公園でやろうかと思っております。代々木公園のどっかです。で、もちろんね、その公園でやるんですので、ね、申し込みとか別に会費とかも特に必要ないですし、本当もフラッと遊びに来ていただければ全然 OK です。持ち物はね、別になくてもいいんですけども、まあ食べ物だったり飲み物だったりとか、あとまあブルーシートとか、あとゴミが出るようだったらね、必ずゴミ袋持ってきて、そのね、公園を汚さないように気をつけましょうということです。で、まあね、公園なんで、まあ、アコギとか、なんかアコベとかカホンとか、なんかウクレレとか、なんかそういうのを持ってきてね、こうみんなでこうわーっと演奏したりとかしようかなと思っているので、まあ、気が向いたら、なんかそういう楽器を持ってきていただいて、も面白いのかなと思います。別に手ぶらでも大丈夫ですし、なんか持ってきてもいいですし、まあ、そんな感じで自由です。もう公園でみんなでこう集ってなんかしようぜみたいな感じのそういうサムシングの会なので、普通に気軽に遊びに来ていただければという感じです。3つほど守っていただきたいことがあるんですけれども、まず1つ目はですね、当日の天候によって、その、ね、中止とか延期とか、その時間がずらすとかっていろいろあるかもしれませんし、そのどこどこにいるっていう話もあったりとかするので、当日、お昼頃、12時頃に必ずその僕のツイッターをチェックしてください。そのツイッターで、そのどこどこにいるとかね、今日やるよとか、今日微妙だよとか、やらないよとかって、そういった情報をつぶやきますので、当日必ず昼に僕のツイッターをチェックしていただくこと、ということ。で、2つ目としては、なんかいろいろね、飲み食いしたりとかするとゴミが出ると思うんですけども、ゴミは必ず持ち帰りましょうということです。で、3つ目としては、やっぱりこう、はじめまして同士の方がすごく多いので、まあ、ちょっとこうね、失礼なことがないように、なんか普段の3倍ぐらいはその気をつけて、ちょっと皆さんと交流できるといいなと思っております。なんかこうね、傍若無人な振る舞い、まあ僕は多分一番傍若無人かもしれないですけども、そういった振る舞いはできるだけ避けて、楽しく時間を過ごせるように、皆さんで協力してあげるとすごく嬉しいなと思っております。そんな感じ。で、楽器を持ってくるんだけれども、ちょっと余力があるぜとか、なんかこういろいろこうね、テーマというか、課題曲があった方がいいかなと思ったので、直から僕がその課題を用意しました。興味があるところからで構いませんし、全部やらなくてもいいですし、全部やっても構いませんし、もし興味があったらやってみてくださいませ。とりあえず楽器やったことがない方向けになんか歌ったりとかするのも面白いかなと思ったので、歌い手の曲で、その変わらない歌っていう曲と、あと We Love You という曲があるんですけれども、ちょっとこちらを覚えてきていただくと、嬉しいなと思います。ただ歌詞とか楽譜とかね、そのまとめて概要欄に貼ってありますので、ちょっと保存しておいてくださいませ。で、動画の方も、ね、概要欄にこうペット貼っておくので、それも覚えておいていただけると嬉しいなと。で、もしギターを弾けるようだったならば、その曲をギターで弾くっていう感じで参加していただいても全然 OK です。そう、皆さんのスタイルに合わせて、いろいろやってみてくださいませ。で、アコギ初心者の方に向けて、スタンドバイミーっていう曲をですね、みんなでアンサンブルしてみようかなと思います。1枚の楽譜が、スタンドバイミー入っているんですけれども、そのダウンロードの中に入っているんですけれども、パートをいくつか書いてあるので、なんか好きなパートを弾いてみてくださいませ。当日僕がね、その1番の人、3番の人みたいな感じで、いろいろ言うので、なんかそれに合わせてこう弾いたりとかすると面白い感じになるから、いろいろ弾いてみて、自分の好きなパートを全部弾いてもいいですし、自分の好きなパートを弾いてみてくださいませ。全部簡単にちょっとアレンジしてありますので、お気軽に楽しめるかと思います。で、最後の課題は、そこそこギターが上手い人というか、セッションとかアドリブとかができるっていう人のために、ちょっとまあジプシージャズとか遊んでみようかなと思いました。僕がその好きな曲で、そのマイナースイングとか、クリケットフィギュアスとかいろいろあるんですけれども、ギターグレイとか、その中でも僕はデュースアンビエンスっていう曲がめちゃめちゃ好きなんですよ。なんでちょっとデュースアンビエンスの曲、楽譜に書いてあって、楽譜に入れましたので、まあ、ちょっとね、いろいろこう検索して曲を調べて、あ、こんな感じかと。分かったならば、ちょっと練習をしておいてくださいませ。当日の構成とかをね、構成とか、細かいことは当日にちょっとペペッと合わせようと思うんですけれども、大体楽譜の尺でいこうかと思っておりますので、よかったらそういうのもチェックしてみてくださいませ。
そんな感じでしょうか。で、まあね、その当日、なんかこう、ギター、もしわかんないとこあったらね、これやって、これやってみたいな感じで練習してから、合わせたりするので、ガチガチに練習しまくって 100% の状態にしてこなくても別に大丈夫です。なんとなく緩くこうなぞってこんなもんかなって。で、当日ね、ちょっとわかんないとこあったらちょっと詰めて、じゃあやってみますかみたいな感じで、楽しく時間を過ごしていこうかなと思っておりますので、よかったら、そんなギターの練習、カホンの練習、ベースの練習、なんでもいいです。モークレールのバイオリンでも、なんでもいいんですけど、あの楽器を持ち寄って、みんな楽しくアンサンブルができたらいいなと思っております。よかったらその辺もご検討くださいませ。そんな感じです。ではでは、そして最後にですね、あれですね、またギタリスト交流会の時と同じことを言うんですけれども、初めまして同士の方がめちゃめちゃ多くなると思うので、ちょっと俺なんかこの、本当にまるっきり辛口初めまして同士だとちょっとテンパってしまうわっていう方結構多いかと思います。そういった場合ですね、ちょっとツイッターとか、ぜひ活用してみてください。僕はその自分の、僕の滝沢勝成イベントに関しては結構そのツイッターを重視してるんですけれども、あのツイッターアカウント持ってないよという方もまあね、この機会に良ければ作っていただけると嬉しいかと思います。ツイッターアカウントで、このハッシュタグ、ジャワ会、今後、基本的にも僕のイベントはこのジャワ会をこの公式のハッシュタグにしようと思います。このジャワ会、これをつけていただいて、なんか18日行く人みたいな感じでツイートすれば、それを見つけることができるので、何かと良いかと思います。18日行きますよ。誰か、なんかどなたか行きませんかつって、このジャワ会っていうハッシュタグつければ、誰かこのハッシュタグ、ジャワ会で調べて、なんかこう、あ、この人来るのか、この人来るのか、なんていう感じで見ることができるので、また面白いかと思います。そういった意味ではね、Twitter はとっても便利な、ツールなので、もしアカウント持ってなかったら、この機会に作ってみるというのは全然ありな話だと思います。Twitter アカウント、僕のこと別にフォローしなくてもいいですけども、まあ、フォローしていただいた方が良いかと思うので、よかったら TAKIJAWA、滝ジャワで、検索をして、フォローしてみてくださいませ。で、さらになんかこうね、ツイートしてみようかなと思ったならば、ハッシュタグ、ジャワ会で、ツイートしていただけると嬉しいなと思います。そんな感じ。特にわからないこととかないと思いますが、何かわからないことがありましたら、普通にそのツイッターの方からリプライ、もしくは動画の方からコメントいただければという感じでございます。動画のコメントちょっと間に合わないかもな。ちょっと最近もう500件、600件溜まってるから、ちょっとこの動画に、この動画のコメントに行き着くまでにあと2ヶ月ぐらいかかりそうな感じがするから、2ヶ月でいいか。でもちょっと年内中にこの動画コメントつけるかな。最近本当に動画のコメントめっちゃ触ってくからもうね、すげえ溜まっちゃってるんですよね。500件、600件つって。ちょっと時間作らないとって感じなんですけど、その日に関しても。まあいいや。とりあえずそんな感じでございます。別にわからないことないかと思います。下の概要欄の方からその楽譜とかテキストとかダウンロードしていただいて、ぜひ保存して、もしくはプリントアウトして持ってきてくださいませ。で、そのね、歌を覚えるときには動画の URL も書いておきますので、そちらをチェックしていただければという感じでございます。そんな感じ。ではでは、お知らせが長くなりましたが、以上でございます。また違うところでお会いしましょう。もしくは実際に。お会いいたしましょう。じゃあね、バッハイ、ほほ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 。